うん、止まってました。あ、だから、あ、ニコ生ついてないか。今やっと俺の声が届いたか？はい、止まってました。うちの Wi-Fi が失礼。動き出したで笑われちゃった。失敬失敬。止まってましたわ。じゃあまた時計の針を進めますか。もう今の Wi-Fi 止まったせいでちょっと俺の集中力切れるんやけど。まあ集中力まだそんないらんステージやろうけど。簡単なはずやもんな。よいしょ。え？これダメじゃね？あれ？俺やっぱなんか間違えてるな。あれ小さくなるでよかったんか？こう行って、よいしょ。で、E押して、E押す。これでよかったんか？よいしょ。ほんだら、よいしょ。いいよ。だから赤の状態じゃないと上行かれへんかったんや。ああ、ここの黒が伸びてるってそういうことやってヒントやったんか。なるほどね。黒が伸びてるのが消えたということは赤が伸びてるってことない。これ待てよ。ちょっと頭使っていかんと済む可能性あるな。頑張ろか。こうして、なるほど。いけたー。イエスイエス、ウィアーザ、モモ、イロ、クローバー。はいはいはい。これでステージ3か。なるほどね。ということはだ。4,5,6,7,8,9,10。かな？全部で10面か？なんてもう一発でクリアしちゃうか？オリ。開かない扉、目覚めぬ夢。なやこれ。うえぇ。え？これは、はぁ、あ、はぁはぁ。え？これってさ、これでクリアではないんやんな。あ、なるほど。これ初めて死んだな。今のでこういけるわけではないんや。ということは、こっちに行かんとあかんの。ほんで、これこうすっか。これ何？乗られへんねん。つるってしたな。こうして、あ、悲しい。その場ジャンプ。よいしょ。これなんかぐるっとせなあかんのかな？よいしょ。こう行く。あかんな。上？あれ？こん中に。え？あ、だから降りたらへんか。こうして、こうして、ここでジャンプ。ほんで、これだから、E 押したんやな。もう一回 E か？こうしたら、あ、開いてる。これで、え？でもこれでどうやって出んねや？ E 押す。え？どうやって出るんや？これでいけんのか？あれ、最初ってこれやっけ？これやから開いてないんやな？え？え？あれ、どうやって戻んねや？てよ。いや、戻り方わからんな。だってこれ左側行って。
や、あかんよな。ダメだ。上の階段も扉を開けるか。こうする。いや、ここに乗るのは間違いないんちゃうの。ここ乗って、2階押したら、間の段階やったらなんかできる。この間の段階で、こうする？あや。ありゃ、ああ。あれ？なんで行かれへんねや。ちょうど、間が一番いいのか？だから一番いいも何も一パターンしかクリアできへんやろけど。こうじゃなくてこうやった場合、出られへんと。こうやったら、ここ乗る。よしよしよし。こういうこっちゃな。ほんで、赤から、よいしょ、オッケー。なるほど。なんか必ずしも、なんていうかな。3段階やったら、1か3じゃないよと。必ずしも。何これ。ちょうど真ん中が、クリアっていう可能性もあるよと。そういうこっちゃな。こうして、乗ってまうな。これで、これ何？今のはあかんよってことか。これどっちかわからんのか。いや、とりあえずこれでやってみるか。わからんもんな。これで行ってみて、こうして、よいしょ。あかんかったか。ってことはもうちょい伸ばさなかったな。これってどっからや。はいはい。こう行く。これそのまま行けるパターンあるか？いや、無理か。なので、ここで、あれ？あれ、ちょっと、もう分からんくなるな。あれ、このパターンでいいのか？空いてる。これでいいんやな、多分。これこうして、こうして、ほんでこう。ここで、いや、わかんねえ。これが下向いとって多分いけんちゃう？よいしょ。よし。あー、つるんって滑った。こう乗る。こう乗る。これでクリアか？オッケー。オッケー、オッケー。よしよし。じゃあ次の枠行くか。次4面やな。ほんなら枠替えします。それか With You みたい？このままビフェイスやっててもええ？これで、しかもこれちゃんと10面くらいで終わんのかな？いや、終わるやろな。終わらんやったらもっと続いてそうやもんな。このもぞもぞがあるからな。4、5、6、7、8、9。9面か。もぞもぞあるから。ほんだら、よいしょ。放送する。ゲーム。ゲームっていう枠。よいしょ。こないして枠変えや。枠変えさせてもうてます。いきます、4面。5、6、7、8、9。9分の4。よいしょ。ビフェイス。なんて読むのこれ、浸透？何これ？バラン
スが、ちょストーリーようわからんな。あ、しまった。コメビューに映してないわ。こうして、こうと。今の字なんや。U の下に皿。U の下に皿か。これが、浸透とは、激しく揺り動かすこと。U の下に皿。へぇ。ただいま。いきます、ビフェイス。9分の4。区分の4。これで E 押せる？これでいいんか。え？こうなって。これどうしたんや。いや、これだって横向きじゃないとあかんか。いい、いい。でも横向きやって。これでこうして、待って。浸透ね。でも横向きやった最初のままか。え？だから、これを、こう向きにして、こうやる。はいはいはい。楽しいんちゃう？いいね。楽しい感じになってるね。ウキウキでこういって、よいしょ。OK。Yes。ただ、こっからまたこのステージは変化する。この、うわ、チカチカしてるな。チカチカしてる。なあこれ。え？どうなったんや？また別のステージか。で、しかも E ボタン押されへん。うわー、これじゃあシンプルなアクション要素やな、これは。OK。任しとけ。ジャンプ。Everybody jump。あ、違う。ってなったら、え？あれ、どこで俺は間違ってんねん。ここでジャンプできへんもんな。え？こうして、あれ？あれ？これだから、え、こっちも無理や。こっちいけんのか。キャラクターが可愛い。せやね。あ、こっちはいけるわ。あー、ほんまに赤と黒の向き。あー、なるほど。こっちが正解ルートやったんや。騙されたな。まずこっち行くもんやと思っちゃったな。目や。は？口や。なんじゃこれ。おー、クリアか。サクサクいくね。行こう。そうっす。迷い。迷宮はその中にいる旅人の唯一なのか。なるほど。孤独ってことやな。うわ、シンプルやな。シンプルに登ってくんか。これ、マウスカーソルって今映ってんのかな？映ってないか。よいしょ。まあ、関係ないもんな。こうして、あ、これ、いけるな。俺これいけるぞ。よいしょ。俺を舐めてもらったら困る。いけますね。サクサクや。全然いけます。うわー、数増えた。増えましたね。待てよ。これ最後、うわ、どっちから、どっちもいけんのかな。こうして、足りひんか。こうの、いや、で、黒、赤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 、黒、オッケー。いけます。よーし。
チカチカしてるなぁ。なあこれ、カプセルになった。なんか薬をイメージしてんのか。うわぁ、すごいスムーズにいってる。気持ちいい。いいねぇ。これありがとう。もういいわ。すごくいいです。よいしょ。ちょっと待ってな。これ今、1,2,3,4,5,6 面。これクリアしたらもう3分の2か。でもこれさ、もしかしたらさ、この感じやとここ9面やけど、この10面、11面、12、13、14、15、16、17、18面ある可能性もなくはなさそう。ビッグフェイス。ん？方位か。宿命が彼女の窓を叩いた。いや、ちょっとこの、なんかふわっとしてるストーリー、まあ、ふわっとしてんのかな？ちゃんと理解しようとしても無理なんかもしらんけど、雰囲気ストーリーもな、できれば味わいたいけど。これさ、赤のルー、黒のルー。え、これ、もう普通に行っちゃっていいんか？はい。よいしょ。黒のルー、赤のルー。ほんで、E押して、なるほど。なんかこれあれやな。ポケモンのジムみたいな。よいしょ。こうして。よいしょ。赤乗る。黒乗る。これさ。え、その場で、いけ。長さどれくらいやったっけ？あ、オッケーオッケー。え、オッケーな。よっしゃ。こうして。よしよしよし。いいっすねー。ビーフェイスいいねー。お、なんか運ばれてる。また閉じ込められた。なんやこれ。え、ゴールが左上でさあね。こうして、はい、足りひんか。あれ、そうなんだよ。へえ。こうなると。よいしょ。いい、押しますか。うわぁ、わかんね。こうして、うわぁ、そうなんの。なるほど。こう行く。はい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 。あ、待てよ。これ下行くんか。せやな。オッケー。これで、E 押す。これでいけんのか。こう、こう。いや、あかんくね。はっはー、落ちたー、落ちたー。引き返せない一方通行の道。これセーブできてんねやな。ここまで来たら。これで、あー、こう行く。うわ、これじゃあかんのか。待てよ。E 押す。はい。はい。これでさっきと変わってんのか。よいしょ。こうする。いや、これ遊べるな。これは遊べます。よいしょ。ほんで、ザッ、うわ、これ、ザッ、ザッ、なんかいけそう。あー、ちょっとゴリ押ししようとしたら怒られたな。こうして、よいしょ。これなんかちょっとタイミング見計らわなあかんねんな。上行って、こうして、飛んで、これはここに着地したい。オッケー。よいしょ。あ、足らんねや。ってことは、あかんときに乗らなあかんのか。I see。こうして、いけるよ。いいっすね。スンスン行って、え、これ飛ばない動かん？そんなことないよな。こうして、
こうして、あー、あかんとき乗れよ。あ、これでいいんか。よし。よしよしよし。いただきます。オッケー。ん？暗くなったな。お、なんか急にムービーや。なんかスーパーチキンジャンパーみたいになってるな。横スクロール感ある。え？動かせんのか？動かせる。え、どういうこと？は？うわ、なにこれ？バケモンや。この女の子の中の怪物？トゲトゲや。え、なにこれ？これどうやってクリアすんねん。え、とりあえず右行ったらええんか。あ、なんかあるやん。消えた。宿命が彼女の窓を叩いた。え、まだ続いてんのか、この方位。ほうほうほう。ほな、こう行く。よいしょ。その場ジャンプ。いや、その場ジャンプ失敗か。こう行く。よいしょ。これ、いいおさんらクリアできへんのかな？いや、は？え、どういう展開？え？なんかまあ、ムービー見れたって感じか。こうして、よいしょ。あー、そうね。こうして、はい。OK。いい。ほんほん、広がるね。な、今の。あ、もう関係ないと。オッケーオッケー。ほんだら、まず赤に乗る。よし。よしか、ほんまに。ダメじゃーん。ダメですやん。え？え、どういうことや？これでいいよ、すんか。なるほどー。なるほどー。面白い。面白いっすねー。なるほどー。動く余地あるけど、この状態じゃ無理だよって教えてくれとったやな。なるほどー。あー、足場が動いてるのはそういうことやったんや。はいはいはい。こう行く。よいしょ。こうして足場に乗る。これ普通にもう右上行ったんやんか。待てよ、黒ってどう出るんや。そう出んのか。なるほど。なので一番上行ったタイミングで OK。 いや、素晴らしい。よし、右側に、あ、なんかおる。もう一人の私。一緒にクリアする？はい。私じゃん。消す。いきますか。え、さっき怪物やったのももう一人の私やんな。1,2,3,4,5,6,7面。いきます。もう行っちゃおう行っちゃおう。往復。彼女は世界の狭間をさまよっている。はぁ、あ。飛んで、これどう無理なんやろ。どう無理なんかが分かれへんのに、そもそも上行かれへんのか。なるほど。E押して、足らなーい。あ、下行った。うわ、下の世界。これちびちび E 押していくんか。上が詰まってるな。え？赤があること考えたら、こうして、あ、違う。こうして、こう。OK。ほんで、ここ行く。ここでもなんかいじらなあかんのかな？いい。
これで、でも最終的には右上行くんやんな。これで行けんのか。こうして、こうして、いけるよ。ちびちび行こう。よいしょ。ここでいい。詰まってるな。あれ？あれ詰まってんのあかんのか？これ。あれ？これでいけんのか？飛び乗る。エレベーター、OK。これでクリアできるか？これでいけてそう。こうして、よいしょ。上行く。ジャンプ。ジャンプ。OK。あー、いけてないな。いけてないですね。なるほど。ちょっと待てよ。これ黒黒ってなってるのがあかんから、ここ右側に赤が来なあかん。こっちからいじれたっけ、上。こうして、これやったらあかんよな。これやったらいけるか。あー、こ、あー、待てよ。これやったら、これちゃんと上見ながら行かなかったんか。あ、黒、赤、黒、赤、黒、赤、赤なってるもんな。これをなんとかせなあかん。いや、俺何も考えんと適当にやっちゃってたな。そらあかんわ、甘くない。ここでも変えれるんやっけ？いや、これはちゃうな。これはこうせなあかんくて。いや、適当に当ててクリアできるほど甘くはないな。よいしょ。こういく。あれ？これでどうなってる？いや、これじゃん。あれ？こっちが左いじんやっけ？あれ、右側いじられへんの？あれ？なんかおかしなことなってるな。なんでこうなった？あれ？いや、ちょっと待ってくれよ。あれ？さっきまでいけると思ってたのに、行かれへんくなっちゃってるな。あれ？これ真ん中のはな、どういうあれやっけな。ジャンプしてその都度確認せなあかんな。これもう一回行かなした。こう行く。いや、こうやんな。これで赤と黒が、え？いや、これはいいんやけど。これ右側どうやっていじれるんや。これでいいよ。これがいいのか。いや、赤になってるやん。え？あっこの赤はどうやって変えるんや。いやいやいや、右上の赤が越せませんやん。これが赤で黒で、なんで右側の足場は左側の L 字のやつ動かすんやろ。いや、右のスイッチがさ、左に作用してない？これでさ、ほら、なんで右のスイッチも左のスイッチもさ、左側が作用してんの？いや、これやったらあかんねん。
うわ、むずっ。え？なんでさ、画面の左半分上下の L 字は動かせるけど、右側の L 字は動かされへんの？それがわからんな。中の、真ん中のやつ。あれは、左側の、この辺に作用する。この月みたいなやつと、この部分に作用してるやつ。真ん中は、よいしょ。いや、これさ、いや、全くわからん。ありゃー？なんでや？よいしょ。これはとりあえず、こうせなあかんな、間違いなくて。あれー？なんでうまくいかへんねや。こうしてこう。こいつがさ、こうしていい。こうしていい。これはオッケーやねんけど。いや、この上が赤赤でなっちゃってんのが、あかんでな。ただこれどうやって変わんねや。え？これ右から攻める可能性ないよな。俺が見えてない画面左下になんかある？いや、ないな。あれ、これで俺戻んのか？詰まっちゃったな。いいで、だって回んの左側だけやもんな。左側はこれでいいと。いや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 、どうやったらこの右側の L 字変えれんねや。よいしょ、詰まっちゃったなぁ。この状態やったら無理やんな。途中のとこまで行ってみる。こうやろ、こう。あれ、赤がない。あれ、ってことは間違ってんの？間違ってた。真ん中は、これが、左側にしか作用せえへんもんな。黒、赤。こうやんな。いや、これ黒黒やからあかんのか。あれ？ちょっと、わからんくなったな。こうして、これはこうしとくと。ほんで、真ん中は、よいしょ。真ん中、E を押す。でも、真ん中はこれがいいんやな、多分。こっちの方がいいのか。いや、これわかんな。やっぱこの間がちょうど。ええ感じで。よいしょ。これで、でもな、これ多分さっきやってんねんな、俺。よいしょ。これやったら、この部分。ほら、この部分の赤赤が無理くね？いけんのか？いや、無理そうやけどな。こうして、これが上に来たタイミングで、飛ぶ。足りひんかった。こうして、上に、行って、あったあったー、悲しい。よいしょ。ああ、焦ってはダメだ。うん、でもこれだから、L 字が、
あれ？なんかタイミングがわかんのかな。ここジャンプして、この、あれ？あだあだ。ジャンプするときに赤のタイミングじゃない？ここやな。急にむずなったな。でも、この部分が、いや、ジャンプでいけんのか？こう、やばい。やってもうたか。ちょっと今は飛ぶなよ。ほんで、こうして、よいしょ。いいよ。やっと冒険始まった。ただこれさ、もうあかんのが見えてるくらい。あ、全然いけた。ここ全然いけたわ。なんだ。勝手に無理やと勘違いした。思い込み。怖いな。これがやっぱ右行くでいいやんな。右行きますか。いやー、やっぱこういうパズルゲームで詰まったら一気に心細くなるな。シュンってしちゃう。あれ？まだ往復なんや。スンスン行きたいね。え、遠くね。めちゃくちゃ赤があるな。こうして、あ、なんか上から迫ってきてる。え？俺が右に行くたびに赤が、赤と黒が下がってきてる。こうして、うわこうか。難しそう。え、これ左か、いや、左か、行かなかったかな。で、高さ上げて、なるほど、こうして、いやー、待てよ。え？こうやって高さ上がるから、いや、こっち側ちゃうか。こっち側が正解か。こうして、いやいや、これどんどん下がっちゃうもんな。あれ？こうして、もっとこうすんのか。あ、いや、違うな。これだって、これ足りひんよな。あれどうしよう。いや、わからへんな。うわー、シンプルなのに解かれへん。どういうこっちゃ。もっと左まで行ってみるか。だからどうした？なんかどっかで降りれれば、これを右に入れるたんびに。いやー、いやー、これ、乗れんのか？じゃあ行けたよ。こうして、よいしょ！行けたー！意外にやっぱ可能性を信じなあかんな。よいしょ！いやー、可能性があるな、この子は。さすが主人公や。は？あ、今んとこで E ボタン押すのか。I see。この子むちゃくちゃ主人公や。ちゃんとアクションの主人公をしてる。なかなかの身体能力。俺が舐めたらあかんねん。E ボタン。なんかいろいろ増えたな。右上がゴールや、いやー、難しくね。まだなんか増えたな。一旦枠返するか。なんか増えたね。どうしよう。いけなさそう。と、こうして。行いしてこうすると。よいしょ。よいしょ。
いやー、左上、左真ん中、どうしたらいいんや。これ絶対右じゃないやろ。いやー、右って意外に一発でいけるパターンやるわけないよな。黒だってこの L 字が無理やもんな。多分右、真右に L 字の黒があるけど、L 字の赤があそこにある時点で無理と。じゃあこっちから攻めますか。どうも。こう行って、とりあえずここで E を押してみるか。え、この右、ああそうやな、 E、ああここは今 E 押すんじゃないんか。いや待てよ、飛んでから E。黒、赤。うわぁ。いや、ちょっと、あぁ。やべぇ。右側が、どうにもならんのは分かったけど、この真下やんな。赤、赤。で、引っかかってる。黒から、赤。この状態でいいかな、多分。ほんでや。こう行く。え、もう降りやなあかんのか。いや、よし、あ、悪くないんちゃう。 OK、 ほんで E を押す。え、何が変わった。あー、落ちちゃう。これこっち行く。よいしょ、合ってんのかな。自信ないな。え、どうやって右下行くんや。ありゃ、こう、こうか。ほんで E、 OK、 これでいけたか。黒がある、赤がこうある。こうしてジャンプ。あ、違うな。こうして、ここまたアクションか。いや、え、足らんか。あれ、登られへんくなってる。え、どれのせいや。あ、これで左行ったやんか。いや、違う。あれ、これってどう作用すんやっけ。こうして、いや、これ黒が出えへんくなってるから。俺まだミスったんか、この真下にあるやつ。俺ミスってるな。こうして、よいしょ、こっち行かなかんな。あー、往復。これだから、いやー、くそ。これ E 押したらどうなんや。黒、黒、赤。いや、ちょっともう分からん、分からんくなっちゃった。こうして、こうして、よいしょ。これが一回押したやな。これ半分っていうのがほんまミスやな。これ下降りていいんかな。下降りやなかな。オッケー。で、こうして、黒、よいしょ。その場、よいしょ。オッケー。え、これもうクリアか。甘いか。こっからダッシュ。よしよし、こいつのアクション能力、素晴らしい。あー、これあかんくね。いけた。今の言う、あ、でもこれじゃあかんやん。ありゃー、あー、がー、あ、で、え、右下に行かなかったか。右下に行くにはこうか。
なんか惜しいのか。これでいける？これで、黒出てる。赤、黒、赤。いけるか？いけそうか。試そう。よいしょ。よいしょ。ああ、違う、間違えた。こうして、よいしょ。この子のアクションの資質。これだから黒に乗ったんやんか。いや、違うな。あ、いけた。いけた。いけました。なんじゃかんじゃいけた。なんかむちゃくちゃかっこいいクリアではないけど、泥臭くいった。はい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 。2、4、6、8面や。いきます。8面6匹。循環。え？これまたあれか。は？そういうパターン。ここでイオス。あ、でもなんかあんまり増えてないか。ちょっと俺画面左下ちょっと見切れてんねんな。よいしょ。いや、なんかいっぱい増えたな。最初左下の4つくらいしかオブジェクトはないかと思ったのに。うわ、どっから攻めよう。左右に、あれ？その仕組みはもうないんか。むちゃくちゃあるやん、もの。これだから左下行くために、こっから攻めやなあかんねんな。OK。こうして、よし。E押す。あ、飛んでからいいやな。え、これでよかったんか？いや、あかんな。これでいいか。よし。紅白、紅外やもんな。こうして、よいしょ。OK。いや、これじゃあかんか。あら。あら？何があかんねや？どこに行ったやねん。待てよ。これ、なんであかんかったんや。戻って、いい。飛んで、いい。ああ、ちょっと、なるほど。これをこうした後に飛んで、こうして、いい。なるほど。こういうことができるのか。これでいけそうか。よいしょ。待てよ。よいしょ。足りひんな。こうして、赤乗る。いいね。あれ？あかん。あれ？いいと思ったのに。何があかんねや。これではあかんのか。あかんか。じゃあ、もう一回。よいしょ。工夫しに戻ろう。こうなっちゃうから、飛んでいい。黒黒。黒から赤に飛んで、いや、これもあかんか。これか？黒から赤に飛んで、真上に。で、黒行って、赤乗って。え、でも赤の次の黒があかんか。飛んで、いい。これでいいんか？これっぽいな。黒から赤乗る、黒乗る、赤乗る、黒乗る。OK。よし。やっとや。まあまあまあ。ちびちび行こう。こう行く。よし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 。いけてそう。すごいいけてそう。嬉しい。ほんで、イオス。え？
これこうやな。これこうしたら右下行けるようになるのか。こうで、いや、いや待てよ、この状態だったら絶対無理か。あーあれー、こうして、ちょもう一回左行って右下の道考えるか。よいしょ、こうして右下はいいよっす。ジャンプしていいよっす。これでどうだ、赤い足場から黒い足場の乗る、黒から赤に乗る、黒、あ、これあかんな。え、どこがあかんねや。待てよ、赤がこうなるからここで回す、これはあかん。え、この状態で回す、押されへんな、押せるか。赤から黒に乗れる、よしよし。ほんで下の赤から真上に飛んで黒乗る、いけそう。これでいいんちゃう、知らんけど、これで行かしてくれ、お願いや。飛んで、よいしょ、いいよ、こうする、いけそういけそう、勢いを感じる、よいしょ。あ、違う、ここはか、あー、ここはか、あかんわ、あかんやー、あー、そうか、あかんかった、間に落ちた。風が吹いている、よいしょ、こうして、いや、こうしてじゃないね、だー、そう、まず戻らせてくれ、こうしてこう戻る、待てよ、よいしょ、ここでどうやったらちょうどいい感じなんだよ。これでいい。どうだ。赤から黒乗る、赤。これベストやな。よし、来た。今度こそ行きます。行かせてもらいます。よいしょ。ああ、違う。こうして。さすがに行けるんちゃう？ワクワクしてくるね。よいしょ。いけそう、いけそう。よしよしよし。手応えあり。もう嫌。あれ？あら？え、ここまで来たんはいいけど。あの、ここまで来たん初めてか。ほんで、え、どうやってこれ飛んの？あ、いけた。なんでさっきは無理やったんや。あかんときは無理なんか。なるほど。こっちに一旦行ってからの、こう変えて、ぐわっ、え、乗られへん。あれ、運動神経どこやら。こうして、え、え、あれ、え、なんで無理になった、あれ。いや、こうして運動神経主人公のあれちゃうのか。何度も世界を救ってきたダッシュジャンプ、ダッシュジャンプ、あかん、違う、え、これまた左に乗んのか。このままやったらクリアできへんよな。いやー、違うなぁ。はりゃ？このままで未来ないよな？ない。なら降りますか？いい。これやったら未来あったんか？
これでいけんのか。さっきの状態は、はぁ、あ、はぁはぁ。これでいけるか。いや、これだと右下が無理か。いや、待って、赤から黒のって、いけるなぁ。これでもう一回行くんや。クリスマスボールに。なるほど、もう一周やな。よいしょ。いけるよ。自信持っていこう。よしよしよし。よっしゃー。これは決まったやろ。こうして。え、待てよ。フロント機から赤。よし。よっしゃ。これはいった。ごちそうさまでした、よし。イエス。素晴らしい。このパートはなんか、内なる桜と一緒に、右側に歩くコーナー。あ、違う。左に変わった？右行く？え？どっちが正解？あ、違うかった。左に行くコーナーやった。これなんなん？この頭は。キャラクターデザイン可愛らしいけどさ。これどうなってんの？髪の毛？髪の毛が、こう、地面と平行に伸びてる？でもこれ、循環か。まだあるやな。まだまだ行こう。ただもう終わりは近いかもしれん。あれ、今俺どこおんねん？ちょうど俺、ニコ生の米ビューが、邪魔してちょうど自分の姿が見えへん位置におったわ。よいしょ。やっと見えた。まずここでいいやな。いい。うわぁ。オブジェクトあるねー。どっから料理する？右がゴール。左下に行かなあかんね、多分。左下の、多分ここ触らなあかん。こうして、いい。これが何事もこの半分がちょうどいい説。あるでな。こうして、これ下行かれへんのか。下には、こっからじゃ行かれへんのか。こうして、あれ飛んじゃうなぁ。え、これ足りひんやん。あれ？どういうこっちゃ。こう行く。ジャンプ。これの E が、もっとがっつり押すのか。いや、違うと思うけどな。この、ちょうどいい感じじゃあかんのかな。いや、これどうやって下降りんねん。あれ？上から攻めんのか？実は。いや、違う。ここでジャンプ。いや、ジャンプしたら上乗っちゃうもんな。あれあれ。ぬー。早速、詰まってるね。これ、触らんかったら右行けた。あ、こう行くんか。なるほど。なるほどじゃなーい。なるほどじゃなーい。今いけたと思ったのになぁ。これ触って、いい。伸ばしてから行く？上行っちゃうから、こっからこう。でもこの先の未来はないよな。あれ？俺、このままじゃ、あ、この黒を伸ばすんか。ほんまか？こうして、いい。これで黒が半々になってもんな。こうして、よいしょ。まずは、あ、違う。まずはなんとかしてここに乗る。乗ったからなんやねん。マジで乗ったからなんやねん。こうして飛ぶ。
違うな。違います。え、どうやって行くんや、右側に。こんなことしたってしょうがないじゃないか。え、クロをもっと伸ばせば右に行けた。なるほど、これか。これやったら足りんのか。だってこの子結構運動神経いいもんな。なるほど、こういうことね。 I see。こうして、こうか。うわぁ、ほんまや。ほんまやね。素晴らしい。さあ、こっからどうするか問題。一気にショートカットで右クリアはないから、ここ落ちましょう。ほんで、これさぁ、赤。これだってさ、待てよ。これはですね、右、飛んで、え？もうこれ普通にクリアか？え、これクリア？あれ？嘘？普通にクリアした。え、これ真ん中下のギミックは特になかったのか？ブラフか？でも最終面？ 3、6、9。もうクリアか？寂しいな。もうスンスンいっちゃったな。逆旅。浮き沈む、それは普通のこと。せやな。うわ、階段になるね。え？左側が赤一色、右側が黒と赤半分。これどういうこと？こっちには行けば、あー、なるほど、こうやって行けるのか。これいい押したらどうなんだよ。これ半々あったら行けんじゃん。甘いか。よいしょ、足らんねー。これはどういうこと？いい押す。なるほど、これでいけるか。こうして、よいしょ、いけそういけそう。まあまあ、まずはね、スムーズに。だからこっからやから。え、クリアか、まさか。他永遠无法忘记十六岁的那个夏天。何語や。红色的浪潮汹涌而来。まあまあ、という感情を高くおっしゃる。え、これ動かす？動かせるね。赤い波が渦巻き、彼女を高く押し上げて、高涨的热情涌动的思绪，世界加速向前。他漂浮在浪潮顶端，看灵感迸现如花火明灭。好。而浪潮过后，风格的呀，是沉寂又阴暗的长夜。だからアップダウン激しい。悲观四面围剿，生活苦闷寂寥。他困在那座囚笼里，不知长夜何时会过去。思春期の病気にかかってる。冗长的提问后，医生对他宣判。双極性障。双向情感障碍。嗯。一个难以接受却并非预期之外的回答。曾在自己的父辈身上见过如出一辙的挫折，疾病刻在基因里，像无法逃脱的宿命。现在轮到他了。他尽力掩饰这一切，只向必要的人袒露实情。必要な人にのみ真相を通した。え？いい？え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 ？どういうこと？いや、動かされ、動かされへん。え、WASD？ え、A も無理、D も無理。但信任不真诚。あ、W いけた。
并不总能置换理解和善意。飛べました。彼女は。なんて書いてあるの？自分。なんじゃこれ。自分勝手。一番左まで行かなあかんのか。自分勝手。ババン。懦弱、自私、滑稽、可笑。有人高傲残忍，竟然讥笑讽刺。傲慢ちゃうか？これ高慢か？よいしょ。何これ？もっと楽観的に。乐观点吧。みんな大変。自分の思いを他人の判断されて、却只以己夺人。なんやこのシーン。ちょっと滑稽やな、もう笑ったらあかんねやろ。他人不可预知。他人は分かってくれて、薬も頼れる仲間。なるほど、あのカプセルはそういうことや。で、これ登ってくんか？また。よいしょ。なんか狭なってるな。これなんかやったやつ。こんな感じとかやったけどな。よいしょ。よいしょ。いやいや、潰れるやん。え、これで終わりを言え。リチウム带来理性与平静。リチウム塩は理性と平穏をもたらす。あ？また W か？也带来恶心、呕吐和記憶缺失。しかし、吐き気と記憶喪失をもたらした。副作用让他混乱。副作用で彼女は不再能自如的协调肢体，自分の手足を不再能轻松的阅读书籍。簡単な本を読むことができなくなった。于是病症卷土重来，混乱紧步相逼。哪里啊？李岩带来心境的稳定。呀呀呀呀呀！え、動くん？W W W dot。也带来有趣到乏味的贫瘠现实。日常的な現実。清躁狂让他痴迷。軽装病。怀念他漂浮的轻盈以及无处安放的激情。こんな可愛らしい。怖いのに。停药。薬を止めると。于是再次跌入循环震荡的情绪两极。なんか楽しかったのにな。アクションパズルゲーム。李岩带来症状的改善。楽しかったのに実はこうでしたって今言われてるな。これドクターマリオやったらよかったのに。生活重回正轨的表象。再び軌道に戻ったように見える。他否认疾病会复发，否认自己需要药物的支持，停药，于是躁狂如期而至，抑郁病再度侵袭。うつ病が再度襲ってきた。え、俺うつに関するうつをテーマにした RPG おもりをどっかでやろうかと思ってたけど、まさかこのゲームが躁うつ病に関係してるとは。したらいいな。反反复复来来去去，疾病像嗜血的猛兽，嗅到一点危险的气息就要醒。すると目覚めよう。これ点点はない。メーカー？業績か？右肩上がり。糟糕的睡眠。浅い睡眠。重い倦怠感。微不足道的小事也能推动情绪的多米诺，让多米诺满地狼藉。彼女の生活めちゃくちゃです。ニコ生の枠が終わっちゃう。いや終わっちゃうよ。何これ劇場を表現してんのかな。これ動かさんかったら大丈夫。他試着調節情緒的平衡。いやちょニコ生の枠終わっちゃう。心境が枠変えるけど。これ動かさんかったらええやんな。俺アクションパズルゲーム雰囲気も良くて楽しかったのにな。いやー、
こっからまあどう着地するかやな。なんか、この重い設定いるって思っちゃうな。雰囲気いい、ちょうどいい難易度のアクションパズルゲームやったのに。試しに感情のバランスを調整し、心の起伏を把握した。試しに？ちょっとスクワットするか。よいしょ。よいしょ。どうも。いやいやいや、俺せっかく楽しませてもらったのに、動かすか。なんか、重たい話やったん？ほとんどねえの？いや、こんだけ運動神経いいんやで、彼女。これ間やと落ちんのかな？うわ、どうしよう。行くか落ちるか。落ちてみるか。あ、もう一回か。よいしょ。なんか運動神経抜群やで。てか、この足場がさ、頭にあるでな。頭についてな、この今俺が乗ってる足場やな。珍しいな。なんか、靴を頭に被ってる感じか、この人。そら、だいぶ病んでるな。なんか、ぽよんぽよんしてる。ちょっと血みたいやな。なんかプールにさ、なんか、プール一面に、ゼリーがあったらみたいな。でもこれ赤いから血なんかな？ちょっと待ってな。このまま、このテンションで終わっちゃうの？ハッピーエンドにはならへんか？なんか欠けてる。从最初的恐慌チーズみたいな。最初は強行、逃避。ん？進んだいのか？その後は長い苦悩もがき。あ、これずっとぐるぐるするの？ちゃう。なあこれ。トンネルってことか。病気は相変わらず無難できないが、見知らぬものではない。理解深めたのか？勝手に走ってはるだ。あ、怪物や。心の怪物。時間辗转，時が流れ、ゆっくりと前に進む。結構走ってるけど。猛兽逐渐被驯服。猛獣は手なずけられ、彼女と人生の闇で共存する。他知道。彼女は知ってる。これマリオみたいな最後の階段。红色浪潮和黑季潮也依然会降临。暗い夜は依然として訪れる。それは必ず去っていく。ここからどうあがいてもハッピーエンドってか、なんか俺がなんか一回もミスらずにクリアしたらハッピーエンドやったのかな。時至今日。今、ああ、いやいや、落ちた。下手だね。下手だよ。王子の波に双向的復发也不再让他措手不及。他也终于能坦然承认。彼女も理解しただろ。狂喜的悲伤。狂喜し泣くのは自身だ。なんや、近づいたんか。消す。失控的无常。暴走し変化するのは日常である。近づいてくる。これほんまなんなん？やっぱ髪の毛なんか。辛苦。お疲れ様。でも俺も渡してみたいな。じゃあ。これでエンドロール？エンドロールには早すぎるよ。なあこれ。そう。ああこれ右にジャンプして読めんのか。双極性障害は、何これ？本作は、なんで？
ほう。え、筆者の伝えたかったことなん？これ初め見たときバグかと思った。あ、そう？ジャンプしたら読めんねやなと思ったけど。双極性障害、ビポーラーディスオーダーは、そう状態とうつ状態を繰り返す精神疾患です。双極性障害は双極1型、双極2型と混合状態の3つのタイプがあります。1型は激しい躁病を伴い、患者の状態は抑うつから躁病に転換。2型は抑うつを伴い、患者の状態は抑うつから軽躁病に転換。混合状態の患者は24時間内に患者の状態が抑うつから急速に軽躁病や躁病に転換します。本作は双極1型障害をテーマに作られた。まあね。いや、国語とかで、なんか筆者の伝えたいこととかさ、問いであったやん。それって俺なんか、ないものを第三者がなんか無理くり作ってると思ってたけど、あるんやな。筆者の伝えたいこと。筆者の伝えたいことがある作品もあんねやな。はあ、これをいかにライトに、なんかその、ゲームに落とし込めるかっていうので、アクションパズルゲームになったのか。これどうしたんや ?W?ピンかこの辺に。あ、違う。おい、まだ言うんかよ、もう。何これ。筆者の伝えたいことが前面に出すぎやろ。いや、地味にというか、もう派手に勉強させに来てるやん。本作では遺伝要因に焦点を当てていますが、遺伝要因についてはまだはっきりと分かっていません。じゃあ、その要素入れるなよ。生活習慣、ストレスなども双極性障害の要因と考えられています。本作ではリチウム塩という薬に言及しています。リチウム塩は双極1型障害の治療に使われる薬です。双極性障害のタイプによりリチウム塩、バルプロ酸ナトリウム、ラモトリギン、クエチアピンなどの薬が使われています。これさ、勉強なんのかな？これだって、やっぱ自分がその双極性障害になるか、身近な人がなるか、とかじゃないとさ、この知識も定着せえへんくない？これだけ言われても。無理ある気すんな。これま、筆者の伝えたいこと？こんな滑り込みで、最後にもうギュッと。夏休みの宿題やないねんから。散りばめてあったん。これも、また伏線回収の一つの形な。スタッフクレジットか。スペシャルサンクス。うわ、マジで終わり？あれ？俺って今おんの？あ、うわ、終わりか。オープニングも何もないから必要だった。そうかな。そうかな。いや、まあまあまあ。おー、これクリアやんな。降りれんのかな？降りれる。はあ、これでもう一応クリアでいいかな。なるほど。なるほど。エスケープキー押したら？エスケープキーなあこれ。タイトル画面戻れんのか。なるほど。開発チームってこれスタッフクレジット？あ、ちゃ、お。この絵柄とかは可愛らしいけど、この8人で作ったんか、なんかスペシャルサンクスもあるけど、
なあこれ。EBS。あれ。なあこのドンキーの BGM みたいな。なんか BGM めっちゃいいな。アバウトアス、なんかアマングアスみたいな。もう一個のゲームはこれよりはすぐにある。じゃあそれも行っちゃうか。せっかくにあんこそばおるし。じゃあビフェイス、翻訳は総曲やったんやな。終わりやな。おしまい。いやー、アクションゲーム、アクションパズルゲームとして面白かった。ただあの双極性障害の要素いんのかな。まあでもそれ、まあまあまあ、なんか掛け算やもんな。なんかこうオリジナリティ出すには。だからまあアクションパズルゲームかける双極性障害っていう、まあそれにより唯一無二のゲームになってると。最後は謎、あ、そのアクションパズルじゃない要素。いやまあまあ、でもまあ個性出そうとしたんやなって感じやな。でも普通にアクションパズルの要素が雰囲気良くて良かったなぁ。なんかスーパーチキンジャンパーのあのスピード感とのメリハリも効いとった。すげえ良かった。ありがとう。じゃあ With You 行く？ With You 行きますか。またこれ全画面で来んのかな。全画面ビクってするからやめてほしいな。ウィズユー、うん、ふん、ウィズユーちっちゃ、待てよ。グラフィックス、インプット、いやーちょわからんな。グラフィックス、ウィンドウズ、え、ウィンドウズって何これ？ウィンドウズ、一人で遊ぶなら二人分動かすゲーム。そうなんか。どうしたんや。1280×720。Windows。Windows のこのチェックマークは何や。Windows にしたら Windows になる。Play。でけえ。With you。待ってな。ちょっと BGM でかすやな。 With you。 音量これぐ、これでもでかいか。ちょっと音量でかくね。設定どこや。なんかさっきビフェイスで見た足場みたいなのあるぞ。え、いやこれもでかいな。まず左のシフト。シフト。え、おしっぱ、俺ちょっと見えてへんねんけど。見えてないっすね。三角が回転。え、これ。なんかこれ、固定キー機能ってなや。いいえ、いいえ。三角が回転。右のシフトで右の半丸のやつ。半円ね。このシフトキーが回転。待てよ。W で三角が立つ。ちょっと待ってな。ちょっと一瞬待ってな。ちょっとツイッチのタイトル変えよう。編集。With you やな。With you。With you。 With you。 タイトルはゆずにしよう。ゆず。ほんでこれツイッチは怒られへんはず。上で半丸が立つ。なんか BGM がテンポが多ぞ。W で立つ、立つ、なんじゃこれ。足生えた。
で、上で半丸が立つ。WASD ってことか。こういうことやな。あーで、このマーク合わせたらスタートか。多分そういうことやろ。めっちゃアップなったな。え？これってさ、こうさ、あ、こう、こうなんねや。こいつら仲良しやな。これを二人でもできる。でもそれさ、あれやんな。なんたらプレイやんな。あれ、俺操作できんくなんの嫌やねんけどさ。で、これを、にゃんこそばともできるってことか？リモートプレイトギャザーやろ。でもあれ、めっちゃ怖いねんな。こんな風にできんねや。おー。よいしょ。は、なんなん？一人で行くか。オッケー。こうして、で、こうしたんやな。オッケー。これでじゃあ進んだやんか？シフトキーで回転やっけ？クリアしたら泡のところへ。レッツゴー。じゃあもう一人でクリアしちゃうか。チャプター2。Getting to know you。あなたを知っていこうみたいな感じか？え、これなんか押すんか？あ。なんじゃこりゃ。え、これ敵？足生やして。ん？これは普通に巡り合えばいいのか？あれ？え、どうすんねやこれ。あ、待てよ。足戻して、シフト。オッケー。シフト足。よし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 。いったねー。この周りのこいつらなんや？チャプター3。これなんて読むんや。ん？ボーリン？わからんな。な、筆記体読まれへん。いきますか。四角おる。なにこれ。三角はシフト。足生やす。え？四角くん。こんにちは。え、四角くんを？あ、ちょ、三角くん！三角くん。やばいて。三角くん！あれ？普通に下の世界あった。これ周りのやつは無視したらええんか？周りの目を気にするなと。そういう深いメッセージやな。よいしょ。でもこれどうやって、あー待てよ。スムーズに上行ったな。シフト押して、よし。俺に乗れよと。あれ？こいつが下、あちゃ。じゃあ上乗るなよ。え、これ終わった？終わってない。こうして、三角くん登んの下手やな。頭が平らなら相手に乗れる。だから三角が、いや違う。え？あ、三角くん普通に動けるやん。こうして、三角くんが上に乗る。あ、違う。あ、違う。だから三角じゃなくて、この半円が下に潜ったろ。なんでこいつめっちゃ上行くやんけ。こう、なんなんこのピンク。こいつ、あ半円くん。独特の休憩やな。BGM がいいな。これ三角くん全然登る気配ないんやけど。何これ、三角くんどうしたい。あ、よし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 、いいぞ三角。よっしゃ、 OK OK。 待ってよ半円くん。チャプター4。これなんて読むの。
Twisting you? 行こう。とにかく BGM がいいな。右行ったんやんか。なんかこのピンク。は？色変わった。え？どうした？は？シフト？え？三角くんどうした？おい、三角。は？ギザギザは三角動けない。三角！あ、押してあげんのか。お、なにこれ、なんかいけた。三角。え、三角。どうやったらいける？三角を。三角。これ足縮めて丸のやつに乗せる。いけ。あー、いった。よっしゃ、なんかいった。なんか正攻法じゃない気するけど、いけた。よいしょ。こうして、オッケー。俺たち仲良し。よしよし。あ、これで足を。よっしゃ、いいね。アイスクリームみたいになった。え、これいったんやんか。これいいな。ねえだけや。かわいらしい。あ、待てよ。今度は丸くんがピンチ。大丈夫。三角くん頼もしいな。こうして、こうや。オッケー。ほんで、違うな。こうして、なんやその足の動き。あれ、これこれで違う。三角くんが登る。いや、三角くん、よしよしよし、そう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 、素晴らしい、素晴らしいです。行こう行こう。いいね。ちょっともうこいつら俺好きになってきたな。たまらんなこいつら。 X なんたら with youチャプター5。はぁ、丸くん大丈夫？丸くん大丈夫？言ってあげよう。うわ、お前ちゃう、お前偽物の丸くんやないか。なあこれ。え？待てよ。これどうしよう。いや、俺こいつらのこと好きになってきてる。ちょっと待ってな。シフトこう。で、三角くんは足どける。あー、三角くん。三角くん、ちょ、これ丸ピンク邪魔やな。でもあいつらがたまにおることがちょっと、この世界観を。あー、落ちた。三角くん。丸くんに乗ってほしいな。三角くん。三角。いやー、なんでこいつすぐ下に潜り込もうとすんねん。こいつ、ピラミッドで下行きたいやつなんかおるか。みんな上行きたいやろうに。いやー、半円くん、だから半円くんがこうして、あ、違う。半円くん、三角くんは今一旦上行こう。上行ける。同時に、同時にってなんや。三角くん上行け。もうなんでこいつすぐ下行くね。さ、なやこいつ。ホームベースくん。はじめまして。お、いや、三角くん。ホームベースくん大活躍やん。え、めっちゃいい活躍したホームベースくん。ホームベースくん最高や。こうして、待てよ。ここで、よいしょ。ここで、ちょっと足、ちょい。スクワットするな。こうして、あー、マジか。あー、こうなっちゃうのか。これはあかんな。あれ、あら、あら、ちょっと待てよ。あ、これでいいんじゃん。これで、あ、これいける。こうやん。だから普通にこれでよかったもん。あれ、あー、固定キー機能やって、それぞれシフトを押して同じになる。
同じになるってなんや。これ間違ってんの？間違ってんのか。それぞれシフト押す。同じになるってなんや。右に半円もある。あ、あるな。はあ。なるほど。片方だけじゃあかんかったらそういうことか。これでシフト同乗しなんか。え、コンビゲーやってるけどあかんな。え？遅れてる？なるほど。うわー、なるほど。そんなシビアやったんや。行こか。一緒に行こうぜ。これなんかいいな、これ。これいいな。この目の感じ、ずっとこっち見てるな。このホームベースくんいいな。連れてこ。あ、俺もこれ難しいな。どうやったら乗ってくれんねん。なんでこいつら簡単。すぐ下行くやん。三角くんが下行ったんやな。三角くんが、なんで、丸くん、半円くん。ザー、あかんか。ちょ待てよ。でもこうやったら、それはそれでちゃうやんな。だからこういって、こっからこうや。ほんで、足を。いやー、ちゃんと乗って、これなんなんこの絶妙な。OK。さあ、アイスクリーム。あれ？ずれてる？あれ？なんで？足？足生えてないやろ。え？どういうこと？これ何が足らんねや。上のやつ足出す。いや、あれ？今いけた。しかも今どこがさ開いたん？こっち？左か。今なんでさっきクリアできんくて今クリアできたんか分からへんな。ひし形くんも一緒に行こうや。一緒に with you しようぜ。うわぁ、駆け抜けて落ちてったな。チャプター6。ファッション for you。 いいね、このアイスクリームくん。とりあえず行こうか。あ、丸くん大丈夫か。いいね、お互い助け合いやな。今度はじゃあ丸くん、あ、三角くん、あ、上じゃない、これ、どうしてあげたらええんや。三角くん、ここあかんやろ。三角くん、君にここは無理や。あー、三角くん、こうして、え、どうしてあげたらいいんや。三角くん、こんなちびちびいかなかんの。いや、三角くん、こうして、こんなこすってかなあかんの。これやり方合ってる？こっち、あー、戻された。なんでこのお茶碗でさ、お茶碗の底でさ、これをこすらなあかんねん。あー、これ最難関じゃん、 with you 史上。このステージがね、これほんま、こんなちびちびいかなあかんもんな。よいしょ、このお茶碗で。あー、半円くん、やり直しできる。あ、そうなんや。半円くん頑張れ。そしてニコ山の枠もあと20秒いけるよ。こう言って頬ずり、ああ、
無理か？ああ無理や。ダメだ。ちょっと枠変えよう。どうやったらいけんねん。よいしょ。With you いいね。BGM がいい。BGM とキャラクターが両方いい。これやめてや。これ進んでって最終的には双極性障害。嫌やねん。やめてや。この雰囲気のまま終わってや。With you って言うとったけど、実は With me でした。もう一人の自分でしたって言うお茶やめてや。このゲームは普通に、クリアまで行かしてくれ。この雰囲気を保ったまま。よいしょ。ほんだらと。ちょっと鼻かも。こいつお互い見つめ合ってるやん。どうしたらいいんやろ、この三角か。俺は助けてあげたい気持ち山々やで。三角くん。だからお茶碗でこするには限界があるよ。うわぁ、これどうしたったらええね。エスケープキーでやり直し。ちょっと待ってな。これさ、こうして、こっち向きやったらさ、あ、無理か。いや、蹴れ。よしよし。蹴り上げろ。あれ、素通りした。いや、勢いよく、勢いでいけ。おー、くやが三角くん。終わったか。これは終わったか。三角、終わった。こんな悲しいことある。おっぱいを挟んで、ああ、上に見えてんのが三角と円やな。こんな悲しいことある？織姫と彦星や。これはエスケープキーせなあかんかな。もう強制？なるべくやり直しせんと行きたかったけどな。悲しい。勢いよく行ったら向こう側には半円くんが、あかん沼があった。エスケープキー押すか。こんな悲しいことある？これだってもう積んでるやんな。シフトでもいけ、無理やんな。三角、三角。あー、シフト。あー、終わった。エスケープキー押すわ。これで、これってなんなん？これなんて読むんや。リスタートチャプターでいいんかな。あ、ここに操作説明あったんや。なるほど。リスタートチャプターでやんな。オッケー。チャプター何本まであんねやろ。ディフェイスは9やったでな。いきますか。これじゃ結構むずいぞ。この面。ドボンがある。最初ってアイスクリームやっけ。あー。これもう無理か。いや、いける。この擦り合う。え、これ結構最強だから、待てよ。これさ、いやー、だからこれ三角くんも足やめて、あれあれ、足どうやってやめんの。ほんで超えたよね。いけ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 、いったまた同じことなるのか。あぶね。こすり上げ、よし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 、いいね。オーケー。ああ、こういく。ほんで足外す。乗ったら一人分。ほんまに？それマジで怪しいんやけど。いや、俺もそう思っててんけどさ、なんかそうじゃないっぽいんやけど。ほら、これついてかなさ。わかる？いや、これ、あかんで。三角だけやったら落ちる。わかる？この。ちゃんと乗ってない。は？ちゃんと乗ってないだけなんや。これか。これ乗った？
平らになってない。あー、じゃあ平らになってのは乗らんへんのか。なるほどね。この感じ乗ってそうやけど、これ乗ってる判定になってないんや。それは知らんかったな。なら、あ、こうしてこう。これは乗ってる判定。いや、難しいな。あ、しかも足もあかんのか。なるほど。足あかんっていう認識なかった。え、これは OK？ これやったらいける？なんすか、足引っ込めなあかんでな。OK。行こうか。よし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 。待てよ。こうして。ほんで。待てよ。あ、ミスんなよ。こうで。赤が上乗る。あ、赤とか三角。三角くんこうして。シフト。足引っ込める。OK。いいよ。友情、友情。友情やね。素晴らしい。ほんでだ。だ交互にな。うまくやってこう。OK、OK。理解、理解。これだから、丸くんが上乗らなあかんねんな。ほんで、足引っ込める。よし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 。I see, I see. これ with you じゃない。I see, 危なぁ。危ねぇ。こうして、むっちゃスムーズやん。OK。いけるね。いける口やね。こうして、こうして、待てよ。違う違う。こうして、よっしゃ。あれ？これで足出したらクリア？これちょい足いるんやな。なるほど。そのためにベタ好きじゃないのか。そういうことやったんか。足がいるっていうのは。じゃあ行こうか。レッツゴー。よし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 。With you いいね。チャプター7。Depending on you。Depend ってさ、ディペンドオン。うわ、ディペンド。頼るとか信頼するやっけ。ディペンドオン。による。ぶら下がる。あ、頼る当てにする。おうほうほう。あなた次第やって。信じるか信じないかはディペンディングオンユー。やな。んだら、とりあえず両方足生やすか。動きたい。あったったあったった。待てよ。三角くんの上に半円くんが乗ります。オッケー。オッケーオッケー。は？あ、もう三角くんこれ一人旅か。だから depending on you なんや。なるほど。これクリアか。イエーイってこと。あはは。え、これむずくね？こうして、は、シフト、シフト。ほんで、三角勇気出して。勇気出して。勇気、は、は。そうそうそう、その勇気大事。その勇気素晴らしい。オーケー。いいね。depending on you。よしよしよし。もうクリアか。おうおうおう。ほんで足生やす。あれ？足生えすぎやって。あれ？今の場合は生えんでよかったんか。with you。あ？ chapter 8。これなんて読むね。なんて書いてあんねや。 D の次は分からへんな。 From you。 D DN ドナイト。これ引きたい。ほんま読まれへんな。
なんたら from you やって。お、久しぶりの友達やな。え、これはさ、まだあれか、シフトリズムゲーやな。シフト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 、オッケー。は、なんか上行った。どういうこっちゃ。あ、またある。あ、ははは、三角くんはこっちやな。オッケー。ちょっと距離は開くけど。シフトゲームやな。シフトシフトシフト、オッケー。はっはっはっ、半円くん落ちちゃった。半円くん、もっかいか。すぐ足生やさなかったやな。やられたな。くそ、このピンクたちが茶化してくるな。シフトシフト、オッケー。すぐ足生やす、次はちゃんとすぐな足を生やそう。こうしてお前あっち行けよと。だからクリアしたらシフト押したらすぐ上を押して足を生やす。いくよ。シフト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 、 シフト、足、オッケー。ほんでシフトシフト、よっしゃー、お見事。レッツゴー With you チャプター9 Separated from you。 ほう、ってことはあれか、完全に別々なんか、それぞれ頑張っていこうって感じか。シフト、ほんでシフトシフトシフト、よしよしよし。え、両方足生やす。いや見えねえ。シフト三角、オッケー。あ、もうこれでクリアか。は、これ右側いけんの。いける。え、どういうこと。Without you。 え、今の真ん中に行った場合はどうやったんや。え、今のこれでよかったんかな。あなたなし。 Thank you for playing with you。 え、 A game for two created by。 終わった。はい、なるほど。え、これほう、これでもセパレートして終わっちゃったな。今の真ん中行ったらどうやったの。 Thank you to the、 これで with you クリア。ちょっと待ってな、 with you おもろかったよ。どうしたんや。エスケープか。リスタートチャプターやったらこれ意味ないよな。リスタートゲームって何や。リスタートゲームって何。押してみるか。あれあれ、エスケープもこれしかないの。あー、終わった。え、今の最後さ、真ん中行ってたらどうやったの。真ん中行かれへんかったんか。真ん中水湧いとったけど、なんかワープしとったもんな。これじゃあクリアか、With you。 今のクリアでいいかな。真ん中は普通のゴール、普通のゴール。普通のゴール行っとったらどうやったんや。なんで俺普通のゴール行かれへんかって。
同じ結末、あ、そうなんか。じゃあもう一回プレイしても意味ないか。一応もう一回見に行く、行けるんやったら。ちょっとわからんけど。え、これってまた順番に進めていかなあかんのか。また最初からなってんのか、これ。途中の、チャプターとか選ばれへんのか。あー、なるほど。じゃあまたあそこ行くまでにはまた最後までやるな。また面白そうなゲームあったら、教えて。なるほど。BGM も良かったな、なんか。この半円くんと三角くんもなんか可愛らしかった。あとやっぱり双極性障害のあのメッセージ性がなかった分、ビフェイスより良かったな。ビフェイスも普通に良かったけどな、あのアクションパズルゲーム。雰囲気もすごい良かった。ただちょっとメッセージが強かったな。なるほどね。いや、十分楽しめたな。スーパーチキンジャンパー、ビフェイス、with you。いや、ありがとう。おもろかった。ほな、じゃあ今日はこんな感じで終わろうかな。またなんか面白そうなゲームあったら教えて。じゃあ。まあ、ニコ生の枠まだ14分あるけど、終わろうかな。うん。おつおつ。おしまい。